はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。株川カントリーです。今回はとある報告ですね。まずはその報告する生き物について出てきてもらいましょう。こちらです。これですね。これは何かと言いますと、七不思ですね。七不思の卵です。何の種類かと言いますと、トゲナナフシです。トゲナナフシの卵が現在40個ほどあります。でその40個の卵のうちの何匹かがなんと孵化しております。すごいことにその孵化の瞬間が撮ることができたんですよ。その足を引っこ抜いている瞬間が撮れたんですね。その映像を今からこれを見てもらいましょう。どうぞ。これです。おい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 、待て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 、嘘だろ、今孵化してしまってる。すごいすごい、最高の瞬間ですね。蓋を開けて今出てますよ。新たな生命の誕生です。頑張れ。もう引っこ抜いてる引っこ抜いてる。早速開けていきますね。さあ中はどうなんでしょうか。見えるかもしれませんがこいつですね。このこれ、これです。ヒントが合わない。これですね。これがトゲナナフシの赤ちゃんです。この奥にも何匹か見えますよね。これとか奥のここにも、ここにもいるんですよ。奥の下の方にもこの枝っぽいのがあるんですね。だいたい合計6匹ほど確認ができております。かなりの収穫だと思います今回のは。でこいつを手に入れる前はこの親がいたんですけども、これなんで早く孵化したかって言いますと、この、あったかかったんですね。で、春と勘違いしちゃったようです。春と勘違いして、わあ、あったかいってなって、で、勘違いして、春だと思って出てきちゃったみたいですね。で、このトゲナナフシちゃんたちは、バラの葉っぱを食べます。バラ科の植物を。バラにトゲがあるので、そのトゲに似せるためにトゲナナフシっていう名前になってます。トゲが生えているのでね、背中に。今動いてますね。おっと、大丈夫かい？でかいんですよ。こいつだいたい1センチぐらいあります。ナナフシ科の生き物はだいたい生まれて間もない大きさでも1センチぐらいあるんで結構わかりやすいです。そしてこのトゲナナフシは、そのまあナナフシ科の植物、ナナフシ科の生き物ですね。そのナナフシ科の生き物は、バラの葉っぱを食べるって言ったんですけども、この赤ちゃんはやっぱりあの柔らかい葉っぱじゃないとダメみたいで、あの若葉が好きなんですね。でも若葉があんまりないのでなんとかふやかしたりしてなんとか与えないといけないんですけど、頑張って飼育をチャレンジしていきたいと思います。
な感じですね。じゃあ一旦この生まれてきた幼虫を数えてみましょう。脱脂面ですね。この脱脂面の中に幼虫ちゃんがいます。でまずこのカップの中にも一匹います。これでん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 、これですね。さっきのやつとちょっとだけ模様が違います。こいつは初霊ですね。まだ生まれたてです。他にもいるので数えてみましょう。まず1匹ですね。一旦広げてみましょう。赤ちゃんが何匹生まれているかな。おお、すごい量です。お、生まれたばっかの赤ちゃんがいますね。今ちょっとしなーってなってグデーンってなってるやつがいますけど、よいしょ、どうかな、どうかな。これは生まれたての子ですね。これはこのグニャーンってなってるやつ、この倒れ込んでるやつですね。奥のこのグデーンってなってるやつ、これはまだ生まれたてです。でこの七節ちゃんは、これさっきちょんってつついてあげたんですけども、元気に生きてます。こいつでもちゃんと元気に動いてるんで、きっと大丈夫なはずです。そしてここに生まれたてがいます。これですね、足を引き抜こうと頑張ってるやつですね。頑張って生まれてもらいたいところです。まだここにはまだ生まれていない卵があるんで、まだまだ期待が高まりますね。まあこれぐらいで終わろうと思います。ご視聴ありがとうございました。この動画良かったって思った方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあ。